番大きいので、お宝つづらをもらいました。いらねー。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。来てもらえますか。ほいほい、子供か。あ、そうよ、生まれるんやったんやっけ。赤ちゃん生まれました。男の子、女の子、女の子、どっちだったら嬉しいですか。どっちでも女の子でした。おー、相変わらず濃いめのお顔でイメージ通り。どんな子に育ってほしいですか。自然に任せよう。二人で名前も今のままの感じやったら完璧にお母さんにって感じやけど。初雪から取って初雪にしようと思います。初雪ちゃん前おったやん前おったやん。まあいいけども、いいけども、はつりちゃんって まだこの島におったっけ。旅立って行ったぜの中におるかもしれんけど。まあまた新たな命が。お、なになになに。ちょっとすみません。あ、泣き止まないので。どうしても、めっちゃ久々なんやけど。助けてくれませんか。はい、引き受けましょう。ありがとうございます。アスリ、アユナのとっくりさんだよ。しかしだよ、これあれやな、めっちゃなんかめっちゃあの固まりそうな気がしてならない。お、大丈夫か、これでいけば大丈夫か。あ、いい感じいい感じ。ほら、ご機嫌になったよ。よかったよかった。あ、はいはいおいー、ご機嫌になってくれよ。そろそろミルクの時間ですね。よかったよかった。アスリの機嫌も随分良くなりました。ふんふん、アユナのそっくりさん、ありがとうございました。ちょ、これ最近ね、 3DS とパソコンをつないでる線がさ、結構すぐ接続悪くなってね、固まるけんさ、ドキドキやわあっという間に止まってしまいそうで。はい、それじゃあ、今日は、ハートはないっすね。よし、それじゃあ、ガイタンくん、入ります。わあ、お久しぶりです。お久しぶりです。めちゃくちゃお久しぶりだね。たっくんに恋人がいたら、いいよ、いいよ。と思うのですが。うんうんうん。読ちゃんとくっつけるのは、これ紹介のパターンの時は、あれよね。絶対相手おらん人に、相手おらん人をちゃんとしよるよね知らんけどいいと思う。それでは二人を合わせてみます。うんうん、さあどうなるかな。いい感じにくっついてくれたらいいんだけども。あ、ダメそうな感じだもうすでにダメそうな感じだよ。ダメか。あ、もう全然楽しそうじゃない。もうあの、駅の時点でダメやったね。完璧にダメやったね。あ、こいつないわーってなった感じやった。ほら。あ、もう、ひとときも楽しそうじゃないもん。早く帰りたいとしか思ってないよ。辛いよ、この時間。きっともう会うことはないのであろう。こちらこそ、ありがとう。全く合わんかったね。合わなかったみたいです。でしょうね、もう最初からダメやったよ。もう挨拶直後からダメやったよ。もらったサンドバッグすごくいいです。お、ストレスが解消されました。よかったよかった。はい、それじゃあカツ丼をどうぞ。いただきます。どうすか？すごく美味しかった。あ、よかったよかった。カツ丼ってあんまり食べることないんやけど、見よったら美味しそうやなって思うよね。はい、それじゃあ、なんか丼系って私海鮮丼か牛丼ぐらいしか食べん気がする。お、喧嘩か。みゆちゃん、入ります。腹が立つことがありました。まあまあ、落ち着け落ち着け。
ユカと喧嘩しました。ふんふん、腹が立ちます。仲直りしてくださいまし。じゃあこのイライラも沈めてください。それじゃあグミで落ち着くかな。いただきます。どうでしょう、どうすか。結構美味しかった。お、よかったよかった。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。グミで機嫌直ってくれたわ。めちゃくちゃ安上がりやね。さあどうだ、仲直りできるか。この間はごめんなさい。許してあげて。こちらこそごめんなさい。お、よかったよかった。うまくいきました。ありがとうございます。うんうん、仲直りできました。よかったよかった。お礼にこれもあげます。実用品大人スプレーをもらいました。ありがとう。ケイスケの前にも親友はいたけど、ケイスケが一番です。ケイスケさんの前の親友って誰？この親友の遍歴みたいなのは見れんのよね。きっと。はい、それじゃあ、ヨミちゃん、入ります。こんにちは。こんにちは。どうもどうも。どうして仙台さんは私とタッツンを付き合わせようとしたんでしょうか。ガイタンくんなりに似合うと思ったからだと思うけど。そうなんですか。そんなこと言われたら気になるじゃないですか。でもな、なんかあれよね、人から紹介された人ってなんかいろいろと反応しづらいよね。なんか無限に断るわけにもいかんような気がするし、かといって全くタイプじゃない場合、断りづらくもあるしね。微妙よね。相手との関係にもよるかもしれんけど、その紹介してくれた人との。お、結構美味しかった。よかったよかった。はい、そして、あとは遊びたい人たちか。お、あゆな久々や。めちゃくちゃ久々や。遊びましょう、遊びましょう。どうした？なんかめちゃくちゃパリピな感じやねん。トランプ、ババ抜きです。交代で相手のカードを引いて、ペアが揃ったら勝ちです。よし。こっちか。わかりやすいな。めちゃくちゃわかりやすいな、おい。ありがとう。一つだけあげます。どれか選んでください。一番大きいので。から綴らをもらいました。いらねー、収納とか好きやけどさ。収納用品とか見るの好きやけどさ。世界中の人と対戦して楽しんでます。対戦なんだ、何のゲームやってんだ。対戦系のゲームたちなかなかやらんのよね。基本的になんか一人で RPG やりよる感じ。どうすか、結構美味しかった。お、よかったよかった。はい、それじゃあ、はるちゃん入ります。お久しぶりだな。遊びましょう、遊びましょう、遊びましょう。そっか、親友なんよね。キャッチ、ミーが落とすアイテムをキャッチできればあなたのもの、床に落としたら失敗です。スタート。いきますよ。これ物によるんよね。ナイス、めっちゃナイスやん。ちょうど真ん中らへん。いい感じ、いい感じ。おめでとうございます。ありがとう。あゆなのそっくりさんのものです。受け取ってください。あざす。お宝方位磁石をもらいました。ありがとう。ミカと散歩の途中で折り鶴を見ました。折り鶴落ちてたの？ゴミかな。はい、きつねうどん。どうぞ。折り鶴な、小学生の時になんかめちゃくちゃ折りよったけど。てか、まず折り紙ね、めっちゃやりよったけど。もう、いろいろと、折り方を忘れているよ。私、ハートとかめっちゃ折りよったんやけど。ハート折って、なんか友達とかにめっちゃプレゼントしよった。
小花柄のキャミワンピ。どうぞ。服、小花柄のキャミワンピをプレゼントしました。いつもありがとうございます。いえいえ、うちからのお返しです。なんだ、お宝、金貨をもらいました。ありがとう。なんか寒そうだな寒そうな格好に見えるな、めちゃくちゃ。はい、そしてラインくん、一緒に遊んでくれますか。髪の毛黒かったんやっけ。黒かったんか。はい、遊びましょう、遊びましょう。あれよね、あのライチちゃんと同じ顔やけんさ、なんか緑とかが合いそうな気するよね。緑、水色超アップクイズ。一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。超アップクイズ第1問。第1問、でで、これは何でしょう。歯ブラシの柄の部分だろう、きっと。歯ブラシでした。よし、超アップクイズ第2問。第2問、でで、これは何でしょう。コーヒーか、コーヒーカップか、これ。コーヒーでした。よし、アップになったら分かりにくいな。超アップクイズ最終問題。最終問題、でで、これは何でしょう。またどれだよ。ラザニアか、ラザニアの容器じゃない。あ、違った、チーズケーキでした。チーズケーキの側面だった、分からねえ。なるほどね。真っ白ってわけじゃなかったんか、今の。また遊んでください。ぜひぜひ。お宝、ティッシュをもらいました。ありがとう。リーと遊んでると、時間を忘れます。お、あ、リーちゃん親友なんやね。いいね。いっぱい遊びな。はい、お刺身どうぞ。いただきます。はいはい。どうすか。お、マジで？今私何渡した？刺身や、刺身。美味しいよね。そりゃ踊り出すほど美味しいよ。私も、お刺身、お寿司大好きよ。大好物だったようです。よかったよかった。人生初か？踊り出すほど美味しかったんだな。さあ、それじゃあそろそろ、募金に。はい、みんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてって。笑顔。今日は 27,090 円集まりました。ありがとう。そして、ミニュース見てこう。11時になりました。ミニュースをお伝えします。お願いします。本日あずたちが河原で猫まんまを食べていたところ、飛んできた鳥に猫まんまが絡まれてしまいました。なんで河原で猫まんま食べてんだ猫まんまってその外で食べるものじゃなくない。これで3回目。しかも3回も取られてるってすごいな。街の人に聞きました。1回もそんな経験ないんやけど。これも負けられません。ツイッターとか見よったらさ、めっちゃなんかあの何、ぬいぐるみ、はい、をなんか鳥にさらわれていっとる人とか見かけたけど、でもなんかしばらく経ったら戻ってきたみたいねすごいね。お、これはひるいち、タータンチェックシャツだよ。タータンチェックシャツ、こういう服装の人よくおりそう。あざす。さあ、もうあとはあれだね。ハートはいない。もやもやいきますか。よしはるくん。こんにちは。こんにちは。どうもどうも。新しい服が欲しいです。お、新しい服ね。まあ、いつまでもそんなパリッとした服ね。全然くつろげんよね、家で。はい、どうぞ。どうすか？まあまあ気に入った。なんかちょっと微妙な感じやけど。気に入ったんならよかったよ。この髪型、飽きてきました。髪型まで。そうなのね。やけん、新しく、もし、
トモコロができるとしたら、絶対美容室とかいると思うよね。親子丼。どうぞ。いただきます。どうすか。すごく美味しかった。よかったよかった。おー、レベルアップ。あ、しかも、好物3位に入ってきたやん、親子丼。そして、帽子を。ゴーグル付きニット帽。まあ、あれやね、スキー場におる感じやね。それにしてはちょっと、服装が寒いかもしれんけど、でもパッと見こんな感じじゃない？私からのお返しです。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。めっちゃどうでもいいけど、この間私久々にアイススケートに行きたいなって思ったんよね。行きたいなって思っただけなんやけど。なんでなんやろ。なんか知らんけど、唐突にアイススケートに行きたくなった。寒かったけんかな。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで今回ね、久々にカップルが誕生するかなーと思ったけど、まあ、全く微塵も合わんかったみたいやけん。まだね、新しいカップルは先になりそう。